マウロ・アウグスティーニは、イタリア生まれのハイバリトン歌手。マリオ・デル・モナコの最後の弟子であり、名オペラ歌手である。また、後進の指導にも、積極的で、特に体を効率的に使って響かせる発声法の指導に定評があり、世界中で数多くの歌手を育てている。トレビーゾのトーティ・ダル・モンテ声楽コンクール優勝、ガレッフィ、バスティアニーニの両賞をパルマにて受賞、ミラノ・ヴェルディ音楽院のピエール、ミランダ・フェッラーロのクラスで学ぶための奨学金を得る、ボーカルテクニックをマリオ・デル・モナコに演技、表現などをティート・ゴッビに師事し、またエンツァ・フェラーリの下でオペラを学ぶ1978年5月、サラゴサにて、ジャコモ・プッチーニ作曲オペラ、トスカのスカルピア役でデビュー。その後すぐに、ピストイアにて、トスカ、コルテマラテスティアーナディファーノとロビーゴにて、ルーナ伯爵、トロバトーレ、トレビーゾのテアトロコムナーレ、パドバとロビーゴにて、トニオ、道化師を次々と歌い活躍を始める。現在に至るまで、ヴェルディバリトン、ドラマティック、バリトンとして、常に主要な役を各国の劇場で歌い、国際的に成功を収めている。日本では1987年にトロバトーレとカルメン、2003年5月に椿姫、10月にトスカ。ありがとうございます。